虎ノ門事件。虎ノ門事件は、1923年、大正12年12月27日日本の東京市、麹島地区虎ノ門街において、皇太子、摂政宮、広人親王、後の昭和天皇が無政府主義者の南馬大輔から、狙撃を受け暗殺未遂事件である。関東大震災後に頻発したテロ事件の一つで、震災復興を進めていた第二次。 山本内閣は隕石による掃除職を余儀なくされた。1923年、大正12年12月27日、皇太子博仁親王、後の昭和天皇、当時22歳が、摂政として第48通常議会の会員式に出席するため、貴族院へ向かうため自動車に乗り、午前10時35分に皇居を出た。ところが時分頃、 皇太子のおし自動車は、虎の門外、虎の門公園側を通過中、芝区こと平町一番地西洋家具省、アメリカ山への群衆の中にいた、南馬大輔が、警戒線を、突して接近し、ステッキ仕込み式の散弾銃で狙撃した。銃弾は皇太子には命中しなかったが、車の窓ガラスを破って同乗していた、東宮侍従町、入江泊、 守る、イリアイマサの父が軽傷を負った。自動車はそのまま、目的地の貴族院に到着。その時点で周囲が初めてイリエの出血に気づいた。なお、皇太子は、事件後側近に、空砲だと思ったと平然と語ったとされる。皇太子は、貴族院での会員式を終えて、赤坂区の東部御所に戻り、内閣総理大臣、山本権兵衛、警視総監、 湯浅倉平や皇族、武漢未満客と対面した後、午後には参殿した、秩父宮用日親王及び高松宮信人、親王とテニスを行った。沼津御用邸滞在中の大正天皇と丁明、皇后には、東宮大部、陳田捨て身が派遣された。一方の南馬は、逃走を図ったが警戒中の私服警察官が、南馬に飛びつくと、周囲の群衆が、 一斉に押し寄せて、ナンバを袋叩きにした。警察官らは、ナンバの身柄を確保するために群衆に静止を命じたが、最初に飛びついたのが、私服警官だったため、自分たちが犯人を捕らえたのだと思い込んでいた。群衆はなかなか静止を聞かず、警察官が身をもって、ナンバを王だからかばわなければならなかった。ナンバ逮捕された後、大逆罪で起訴され1924年。 大正13年11月13日に死刑判決を受ける。11月14日、皇太子と皇太子妃、皇順皇后は裁判判決文を受け取る。11月15日、南波は死刑を執行された。この事件の背景には、関東大震災後の社会不安や大杉事件、亀戸事件、大木天事件などの労働運動弾圧に対する社会主義者たちの反発があった。 事件当日有告、当時の内閣総理大臣、山本権兵衛、内務大臣の後藤新平、司法大臣の平沼喜一郎以下全閣僚は、皇太子、摂政宮に辞表を提出した。12月28日、皇太子は、山本辞表提出に関し、松方正義公爵、西園寺金持公爵から意見を聞くため、入江ため守れを派遣する。12月29日、 皇太子は山本を移住したが、山本の決意は変わらず改めて内閣閣僚を、全員の辞表を提出した。1月7日に内閣総辞職は認められた。公認の内閣総理大臣は、清浦敬吾。また、当日の警護責任をとり、警視総監の湯浅倉平と警視庁刑務部長の、勝利松太郎が、懲戒面官になった。 南馬の出身地であった山口県の知事に対して2ヶ月間の2割、減放、途中南馬が立ち寄ったとされる、京都府の知事は県責処分となった。また、南馬の郷里のすべての村々は、正月行事を取りやめ禁止し、南馬が卒業した小学校の校長と担任は、教育責任を取り辞職した。南馬大介の父で、衆議院議員の南馬作之進、甲信クラブ所属は、 事件の法を受けるや、直ちに辞表提出し、閉門の様式に従って、自宅の門を青竹で結びへの一室に撤去し、食事も十分に取らなかった。作の心は1925年、大正14年5月に死亡した。大助の長兄、翔太郎は勤めていた、工業会社を退職し、家族以下撤居生活を続けた。事件の翌日、 皇太子が狙撃されるという事態にショックを受けた小川平吉が提唱し、北礼吉ら知識人、政治家、貴族院議員、軍人ら多数が参加した国粹主義思想団体である政展会が結成された。小川は南馬大輔を露国共産党の先駆たる一京都と断じてコミンテルンの世界革命運動が社会に浸透して天皇制を脅かすという考えから、 反共主義を広げた。南馬大輔の処刑後、1926年、大正15年5月下旬、皇太子は、岡山県、広島県、山口県を巡刑する。5月29日、山口県滞在中の皇太子に対し内大臣、牧野信明は、南馬家の救済を進言し、皇太子も対応を命じる。皇太子の意向を受けて、東宮寺住長入りへため守る。 山口県知事、大森吉五郎、司法大臣、江木翼等が協議し、大森知事は、新聞記者に、自重調質問文と、知事回答文を発表する。6月4日、県知事は翔太郎を、県庁に招致し、交代し以下の意向を伝えた。このナンバー作の真の死により、選挙地盤は、松岡洋介が引き継ぐこととなり、 さらに戦後は、岸信介や佐藤栄作という大物保守系政治家に引き継がれ、昭和史を動かす演員となった。次の清浦内閣の陸将のポストをめぐって、薩摩閥の上原祐作が押す福田正太郎と、長州閥の田中義が推一が押す宇垣一世とが争ったが、福田は関東大震災時に関東海原司令官の立場であったため、 無政府主義者らの暗殺の標的とされていたことから、摂政の身に再び危険が及ぶ恐れがあることを理由に、宇垣が公認の陸将となった。宇垣は次の加藤公明内閣でも陸将を再任し、宇垣軍縮を実行した。また、後年上原が田中に一死報いた事件が、長作林爆殺事件、満州防重大事件である。犯行に使われたステッキ銃は、川上はじめの 思い出断片によると、伊藤博文がイギリスのロンドンで手に入れて、人付てにナンバーサクシンに渡ったものであった。大助は気晴らしの狩猟のためと称して持ち出した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。